ご覧の各社の提供でお送りします。新車情報99でございます。私は三本隆彦です。三世直美です。今日話題の中心にするのは日産スカイライン GTR です。はい、こちらですね。三本さん、このスカイライン GTR なんですが、はい、今回で5代目ということになりましたね。そうですね、もう今から40年前に、初期モデル、一番初期のモデルが誕生したんですね。69年ですか、はい、30年前ですね。30年前、はい、その時に出た車を見てですね、私は新聞社にいたんで、はい、羊の皮をかぶった狼と書いてね、当時のツインス自動車の広報から大変叱られましたね。これは褒め言葉なんですよね。ご存知なかったんですね。で、自動俺たちが一生懸命作った車を、狼とは何事だって言うんでね、広報部長に怒られた覚えがありますよ。そうですか。で、だんだん進化しましてね、ただ重くて、ものすごい出力だったんですが、重くて扱いにくい車が1代目、2代目でしたね。そして3代目になりますと、かなり軽量になってきましてね、そして競争をするのに適当な、もう初めから GTR という名前は競争用の車につけていた名前なんですが、はい、競争用のベースとしてはとってもしっかりした、車になってきましたね、はい、でこの頃から渡辺幸三さんがだんだん力を発揮したと。新車情報もすごいでしょ。こんな雪のあるところでこういうものを乗せられてね、これは危ないから嫌だよって言いながら乗った覚えがありますね。3233と来て、はい、次は34と来て、そうですね、33モデルもなかなかよくできた車ですが、もうこの頃からね、こんなスポーツカーはセダンのね、ツードアセダンの格好してる必要ないじゃないかと僕は思ってるんですよね、今度の車についても同じです。この GTR というと伝説的な、もう本当に走りの車、特別な車みたいな。そうですよ、初代と2代目、3代目、ずっとね、競争用の車の種としてはなかなかよくできてましてね、はい、どこ行っても上昇軍でしたよ。スカイラインの GTR というのは GT クラスの車の優勝者というふうに決まったようなものでしたね。走りの好きな人は必ずなんか乗ってますよね。そうですね。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、さて今回はいつものようにスタジオからではなくて、日産の栃木工場のテストコースをお借りして GTR の V スペックを中心に取材をしてきました。まずはこの GTR の開発の狙いと特徴について開発を担当しました日産自動車第一商品開発本部第一商品開発室商品主管の渡辺幸三さんにお話を伺っています。 VTR をご覧ください。今年の1月8日に発表いたしました R34 型スカイライン GTR です。まあ、これは復活 R32GTR で復活してから3代目の GTR になりまして、コンセプトは究極のドライビングプレジャーの追求ということで、意のままに操る走りの楽しさという日産自動車の走りの理念、これをその時点その時点におけるその最新の技術でもって最高のレベルを表現するということで開発をしております。具体的にはベースとなっております肉の R34 のスカイラインの2ドア、これをベースにいたしまして、いわゆる走る、曲がる、止まるという機能を高めました。そして今回は特にその空気を友達にするということで、フロントバンパーの形状だとかリアスポイラー、あるいは V スペックのアンダーカバーというところで工夫をいたしております。そしてその高めたポテンシャルをドライバーが安心して使いこなせるようにするということで、車体の剛性を大幅に高めておりまして、前の R33 の GTR に比べますと曲げ動的な状態での曲げで約 60%、 ねじりで約 100% 車体剛性が向上しております。それとあとはマルチファンクションディスプレイといった新しい機能を装備することによって、ドライバーに走る楽しさをそういう面でも提供させていただくということで開発をしております。ぜひご自分の手でこの究極のドライビングプレジャーという楽しさを味わっていただきたいというふうに思っております。
まあ車両そのものが特殊な車だということで、日産の栃木工場の中にあるテストコースで試乗させてもらいました。車は GTR には2種類あるんですが、ややマイルドなもの、それからレース用のためにする GTR の V スペックというのに主に乗せていただきました。周回コースは1周6キロ、ハンドリングコースも1周で3キロ近くあるところで両方走ってまいりました。VTR が撮ってございます。ご覧ください。我々は今日産自動車の栃木工場、まあ栃木工場というよりは栃木の試験場といった方がいいんですが、その試験場の高速周回路にいます。このテストサーキットでスカイラインの GTR のうち V スペックという、この V スペックはどんな意味かと言いますと、量産車の競争がありますが、その量産車の競争で勝てるために、だからビクトリーの V で、その仕様に仕上げたものという車に、乗ろうと思います。で、この車の特殊性、電気仕掛けがたくさんありますんで、あるいはいろんな電波がこの部屋の中を飛び交いますんで、マイクロフォンがうまく音を拾わないかもしれません。けれどもそれを直している暇もありません。それじゃあとにかくこの高速周回路1周6キロありますが、どんな風に走るか試してみようと思います。もうここで、実は4速で180キロを超えまして、これ以上回せば、おそらくは燃料のカットも起こってしまうという状況です。でも実測では200キロ近くあるだろうと思います。で、まず第1周目はバンクを使います。バンクを使うということは車に無理をさせないサスペンションの能力を調べるのではなくて、動力性能を調べるときに使う方法です。今最終色のギアは6速に入っています。速度も200キロ近くになりますと、この車の乗り心地は実にしっかりと走ります。これで日本の自動車メーカーが自主規制をしている高速リミッターギリギリのところです。実測ではおそらくは200キロ近くあるだろうと思います。リミッターはどんな風に働くかというと、燃料の供給をやめてしまうという形で、リミッターが働きます。今バンクです。このバンクは、もうこの頃の常識的なテストコースのバンクと同じで、最大で45度ぐらいのバンクです。で、じゃあゆっくり点倒してみます。ほとんど、舵を切るというような状況じゃなくて、そっちの方にハンドルをわずかに切ってやれば、方向は変わるというような具合です。で、実用的なスピードでこんな高い速度で走れるという可能性は日本の公道では絶対にありえません。したがってこれは競技用のものだというふうに理解していただければいいと思います。今度はフラットなところ、平らなところを走ってみます。このカーブは割合に大きいカーブで 300R から 400R ある、カーブなんですが、ここでどのぐらい足が踏ん張るかということです。この車の後輪は、リミテッドスリップデフがついていますが、これがこの頃のそのふやけた高級車のような、甘いうまい効き方ではありませんで、アクセルを踏まれると内側の車輪が小回りをして、回転が小さくなって、外側の車輪が、回転を上げるわけですが、それをやめてしまって両輪とも同じように回そうというリミッターが働きます。それで後輪を無理やり外側に押し流してカーブを曲がろうという仕掛けのためのものです。
まあこの頃は金さえ出しゃこのぐらいの能力のものはすぐ手に入るというのがいいんでしょうか、どうなんでしょうかね。人の物欲っていうのはキリがないもんですね。ここは商品評価路というところです。でこの道は一般道で世界中にありがちな道路を再現しまして、その再現した道路で車がどんな挙動を示すか、どんな乗り味かというのを、試す道路です。ですから曲がりくねった道、デコボコ、いろいろあるんですが、実用車として使った時にどんなかと、どんな味かというのは分かるだろうと思います。でこの道で今90キロぐらいで走ってるんですが、90キロ、100キロぐらいで走ってるんですが、なぜこんなテストを90キロや100キロでやるかと言いますと、ヨーロッパの田舎道の速度制限が90キロです、遅いところでも80キロ。そうするとその速度で、ちゃんと車が走らないと意味がないわけで、そのための評価です。ブレーキの効きは、このブレーキはヨーロッパ製のブレーキなんですが、ブレーキのローターパッドともに高速走行用に向いてまして、なかなかいい気持ちで踏むことができますし、自動車の運転の好きな人ならば動力、足で踏む力と比例して効いてくるこのブレーキは大きく評価されるだろうと思います。ストレートで出てきました。このストレートは比較的道が荒れていますが、それでもかなり滑らかに走ります。今速度は140キロに なっています。こんな狭い道で140キロは車が大きく見えて仕方がないんですが、で今3速に減速してブレーキをちょっと使って小さいカーブを曲がります。車輪はほとんど音を立てません。要するにこれは幅広でローセクションハイトなんて言いますけれども、丈が短くて幅の広いタイヤで、競技用のタイヤみたいなもんですから、実にうまくカーブをすり抜けます。ここの舗装はやや荒くなっています。ブレーキを2度踏んで通過します。今時速120キロです。このヘアピンはきついヘアピンです。 50R ぐらい、その50R に差し掛かって、ここの脱出も80キロぐらいの速度で、脱出することができます。とにかく高性能で、いわばパワーがあって運動性能の高い車というのは、麻薬みたいなもんです。これに慣れますとさらにこの上が欲しくなるというような印象です。車は嫌いじゃないんですね。麻薬舐めてみるともう少し強くてもいいかななんて思うようになりますから、妙なもんです。で、この車の燃費は測定できませんでした。車を外へ持ち出せなかったもんですから測定できませんでした。10-15 モードでは 8.1 キロ走ると運輸省の診察が出ております。多分あの走り方ですと4キロ台、1リッターで4キロ台、4.5 キロ5キロ走れば上出来だったんじゃないかと思います。音も測定できませんでした。しかし耳に嫌な音では ありませんでした。これもまあ車が好きか嫌いによって違うだろうと思います。それじゃあコマーシャルです。先代に続いて、今回の GTR についても開発の総責任者だった、渡辺光三さんにいろいろ伺いました。はい、VTR が撮ってございます。ご覧ください。日産のテストコースへお邪魔しまして、そこで、スカイラインの主査の渡辺光三さんにお目にかかっていろいろお話を伺おうということになりました。で渡辺さん、この GTR はスカイラインの、はい、まあ、イメージリーダーみたいな車ですね。はい、その他に、まあ、実践的にも随分長いこと活躍した車で、はい、これは今までの市販にしたスカイラインの2ドアをベースにしたと思うんですけれども、はいはいはい、そうです。どんなところがどんなところが大きく違うんですか？
そうですね、まあベースは確かにおっしゃるとおり R34 の通道をベースにしてますけども、まあ分かりやすく言えばエンジン、はい、それからトランスミッション、はい、駆動系ですね、はい、それから、まあ、タイヤだとか、うん、ブレーキサイズ、うん、それとあと室内のもの、うん、あとはまあ空力的なもの、うん、まあ、それは外観のデザイン含めて、うん、まあ、リアスポイラーとか、うん、それからバンパーの形状とか、うん、まあ、V スペック の、 アンダーカバーとか、うん、そういうものが違っています。そうですか、はい、そうするといわゆるアウタースキンといってる板金物の、はいはい、外側の板金物だけは共通ですか？基本的な骨格は同じですけども、ご覧いただいてわかるように、フッド、フェンダー、それからリアフェンダーですね、うん、それからバンパー、前後バンパー、うん、これが変わっております、はい、そうすると新しい車を作ったようなもんですね。いやいや、そうなんですけど、基本は中身は同じですから。あ、そうですか、はい、でもプラットフォーム、スカイラインのプラットフォーム持ってきて、はい、それだけやるんだったら新しい車作っちゃったのと同じぐらい時間かかりませんか？いや、ベースがありますから、うん、それで変更部位を作っていくということですから、造形をやるにしても、もうベースをそのまま使っていくということですから、ずいぶん簡単に新車作るよりは簡単にというか。あ、そうですか、エンジンが変わったとおっしゃいましたね。はい、でエンジンはどんな風に変わったんですか？基準車との違いですか？はいはい、2.6 リッター の、 まあ、280馬力エンジンですけども、はい、ベースは32GTR から、はい、まあ、3、4と使ってきておりますけども、まあ、それをさらに手を加えて、まあ、かなり煮詰めたエンジンにしております。ああ、そうですか、はい、渡辺さん、エンジンの話なんですがね、はいはい、エンジン外側の形を見れば、はい、いくらも変わってないなと思いますよ、はい、で、どこが、中身のどこが、まあ、今回は特に変わりましたのがターボチャージャー、はい、特にターボの中 の、はい、効率を上げて、はい、それから、まあ、それに合わせてカムシャフトをいじることによって、はい、トルクを 2.5 キロ上げております、はい、それからもう一つはドライバーのアクセル操作に対して、はい、よりレスポンスを良くするために、はい、ボールベアリングのターボチャージャーにしておりまして、いわゆるアクセルレスポンスをさらに良くする。ボールベアリングの方がいいもんですか？プレーンベアリングよりはボールベアリングの方がフリクションが少なくなりますので。そうですか、はい、でターボがつくことで、はい、でもターボエンジンってのは日本は随分たくさん今までに出てですね、はい、使ってみるともう燃料食ってしょうがないとかいろんなコンプレインがあったでしょ、はい、でまあこの種の車は競技用の車の種にするんだったらばその燃費なんてのはあまり問題にならないのかもしれませんけれども、はい、この頃のターボチャージングはどうですか？やっぱり燃費の上ではかなり大変なところがあります？まあ、ターボチャージャーを使う使わないに限らず高回転で回して使えばやっぱりそれはまあ燃費を食うことにおいては違いはないんですが、ターボチャージングするから余計に回すからだから燃料食われちゃうと、ターボのないのと同じ回転数で回してればそれなりのものしか食わないとこういうことですね。そうですね、まあまあ、排気量を換算で考えれば、まあ、そういうことになるんじゃないでしょうか、はい。で 2.6 リッターのエンジンでこれは出力はどのぐらいですか？280馬力のトルクは最大トルクは40キロです。ああ、でこのエンジンの、はい、お話で他に聞かせていただける新しいいい知恵ってのはありません？まあ、あとは例えばエンジニアさんもその車全体 の、 その運動性能ということを考えて、うん、オーバーハング部分、うん、前側の方はなるべく軽くすると言ったり、うん、あるいはインタークーラーも、うん、まあ、効率を上げることによってなるべく軽くしようというような、うん、そういう車全体に対する寄与ということまで含めた見直しをしてくれているということもあります、はい、なるほどね、はい、この車は珍しくオーバーハンガーが大きくてですねエンジンこの頃なるべく後ろに積みたがりますよね、はい、重心をずらすために、はいはい、これは車軸の位置がちょうどこの辺でこう乗っているところを見るとエンジンの半分より前が車軸より前に出てる感じになりますが、はい、こういうふうに頭の重い車っていうのは運動性が悪くなりそうなんですが一般的には、まあ、そういう傾向にはありますね、はい、うん、ところがこれ乗ってみると、はい、タイヤのせいかどうか知りませんけども、はい、バカにこうビシバシと走る感じがしますね、はい、オーバーハングが大きくて重心点が前にあるのにもかかわらず運動性が保てるっていうのはな何が種ですか？いろいろありますけども、うん、一般的に言えば確かにおっしゃる通りその重心重いものが前の方にあればいやいや重くなって、まあ、曲がりにくくなる傾向にありますが、うん、まあ
我々散々悩んで、それは3人の頃からそういうことを言われておりましたので、はい、三々でまず回答性を良くして、さらにあの今回ではその回答性の向上ということ、あるいは耐温性の向上、それから車体の剛性の向上ということで、いわゆるあの、いわゆるなんていうんですか、相談に対する応答性の向上ということを含めて、いかにこう、意のままに操る発信の楽しさということを出せるかということを、まあやはり、3代続けてやってきたことによる向上しろだというふうに思っていただければいいと思います。なるほどね。はい、でこれはあの構造上は4リンク道のそうです、構造を持ってますね。はい、で、市として後輪を駆動していますが、はい、必要に応じては前輪にトルクが移ってくるというやり方ですね。はい、あの普通に例えば直線走行で走行している場合に特にあの不具合があるということはないですけども、いわゆるあの我々が普段は肉 で必要な時に四駆にしているのは、やはりあの回答性を大事にしておりますので、いわゆる FR の波の回答という回答感といいますか、そういうことを重視しています。なるほど。はい、渡辺さん、ブレーキ、はい、あの輸入物のブレーキですよね、はいはい、国産のブレーキじゃ足りませんでした？当時あの R32 の V スペックからこれ採用しておりますけども、はいはい、まあ、あのこのサイズ、まあ、ブレーキの制御力を合わせて、うん、まあ、ブレームを使いたいということで使ってまいりまして、うん、はい、ずっとあのまあ今後今まであの使ってきた実績を踏まえて今回もブレームを使っております。なるほど、はい、とはもう一からまた実験をしたりなんかするのも大変だし時間がかかるから、それと レーシングドライバー割にこのブレーキに慣れてるんでしょうね、はい、ブレームは、まあ、あの F1 でも使われますので、うん、そうですね、はい、このブレーキに慣れてるんだと思いますね。で、まあ、普通の乗用車に比べれば要求トルクは大きいですけども、はい、利き味はこれはいいですね。そうですね、まあ、今回さらにあのパッドも、うん、あのいわゆるミューの高いものに変えておりまして、はい、より制御力を高めるということをしております、はい、うん、トランスミッションは？トランスミッションはこれもあの6速のミッションに今回採用いたしましたけども、はいはい、これもあのドイツのゲトラグっていう会社と共同で開発いたしました、はいはい、このシートもレカロ風じゃなくてレカロそのものですか？いや違います。これはあのレカロ風ですか？私どもが開発したシートで、はい、あの国内で作ってるシートです。あ、そうですか。はい、これも随分あの変わった格好をしていますが、はい、長い間競技をするのにはこれは良さそうじゃないですか。はい、ね、ベースはあのやはりあの R32 の時に開発したシート、はい、3233、今回の34と、はい、あのさらに熟成してきたものですけども、特に今回あの肩のパッドを出すことに、はい、あのホールド機能を向上させることによって、はい、あのいわゆるこのドライバーのあのホールド性を高めるということをやっています。うん、なるほど、はい、それと普通の乗用車じゃなかなかつけてくれないこの微調整の、はい、あのダイヤル式です。ダイヤル式が、はい、これにはついててですね、はい、どうして他の車にはつけてくれないですか？ね、まああのこれはとってもいいんじゃないですか。それで急ごうと思えば、こういうこともできる、こんなにいいものがあるのに、はい、他の車に採用しないのはよくないですよ。形状はともかくとして他の主さんにも言っといてください。はい、わかりました。これよっぽど高いもんですか？まあちょっと高いですね。あ、そうです、はい、ちょっとならちょっとのことは痩せますよ今みたいにこうワンノッチで2度もあのバックレストの角度が変わるのは感心できませんよ、はい、それと後ろの羽変わりましたね、はい、理屈っぽい羽に、はい、これは小僧さん好みの羽だけども、はい、随分あのこの2枚羽にしたことで違うんですって？まあ、前側の翼で整流して後ろでダウンフォースを出すということで、はいはい、あ、これはダウンフォースよ、はい、これは整流よ。そうです、ね、じゃあこっちから流れてくるやつを、はい、こいつでうまく整流してやると。そうです、はい、ですからあの従来に比べれば、うん、あの空気抵抗を増やさずにダウンフォースを出すことができる、うんうん、なるほど。ですから同じ空気抵抗ならば、うん、もっと大きいダウンフォースを出すことができるということになります、はい、この調整も簡単なんですって。これを取って、はい、この羽は4段に上がったり下がったりするんだそうですね。でこうなるとこう羽がトランクルを取ってと間違えられないで済みますね、はい、それともう一つ感心したのはドライバーのシートから後ろを見た時に、はい、視界を、うん、なるほどうまく確保したなと思えたんですね、はい、でこれはあの、V スペックのもので、はい、競技者の種にするのに良さそうなもんだと思うんですが、はいはい、この GTR、はい、
この V スペックの違いってのはどことどこですか？一つははい、まあ大きくは前の方にございます、はい、このチンスポイラーの下の、はい、フロントのディフューザーといいますか、はいはい、このディフューザーお腹平らにする板、はいはい、をつけることによって、はい、ダウンフォースを、はい、前後でダウンフォースを出すということをやっておりまして、はい、それに合わせてまた足回りのセッティングを変えるということ、はい、それからあとはリアのデフが、うん、あちらはヘリカルというデフですが、これは電性デフを使っておりまして、まあ、これは電子制御、はい、アテーサ ETS プロということで、なるほど、まあ、トータルの駆動力を高めるということをやっております。あ、そうですか。まあ、そういう意味での、まあ、走行性能の違いがございます。うん、お腹を平らにするのに、はい、まあでも渡辺さん、ヨーロッパの車はずいぶん前からお腹平らになってるんですが、日本の車後ろから見るとびっくりするぐらいデコボコしてますよね。で、はい、これは基本設計でこういうふうに平らにするっていうのはできなかったもんですか？まあサイドメンバーの間にエンジン落としてきてということで、エンジンのオイルパンまで含めて全部真っ平らにするというのは、そこまで次の例えばエンジンを起こすような時には考えられると思いますけども、とりあえずは今、まあ、あるものでしたので主要なものを乗せようと思うと、はい、なかなか平らに初めから設計しにくいってことですかね。はい、まあ、それとあとはやっぱりサスペンション動きますから、そこまでは、うん、平らにはできないところでございますね。そうですか。いや、この頃はスポーティーか、もしくはスポーツか、はい、いろいろなこう運転席から見えるもので、いろんな変わったものがたくさんつくようになって、はい、メーターの中にまたメーターがついてるようなもんだとか、はい、柱にキノコが生えてるんだと思ったらキノコじゃなくてそれがメーターだったとか、はい、ありますね、はい、でこれはナビゲーションシステムだと思ったらそうじゃありませんね、はいはいはい、これは何と呼ぶべきもんですか？マルチファンクションディスプレイと呼んでおりますけども、はあ、従来 GTR ですと、うん、3連目ノコメーターをここにつけておりましたけども、はいはいはい、その他に、うん、より多くの機能を表示させたいということで、うん、まあ、基準の肉の車でここにポップアップ式のナビがあったんですけども、はい、これをうまく使えないかなと思いまして、はあ、いろいろ考えまして、はい、これをメーターとして、うん、まあ、ディスプレイとして使うということを考えました、うん、なるほど。何と何と何に使えるんですか？表示は何と何が出るんですか？V スペックですと9項目ありまして、はい、イオン水温、イオン水温、それから下級圧、下級圧、それから駆動力配分、前後の駆動力ですね、はいはい、それからインジェクター回弁率、これになると分かんないインジェクターってのは改弁するものなんですか？インジェクターの、まあ、燃料噴射量みたいなものですね。あ、はい、あ、燃料の噴射量を、はいはい、読み取れる。それから吸気温、排気温、それで今いくつでしたっけ？まあこういう車をお買いになったお客様、うん、まあ後で、まあ、ご自分の責任においていろいろいじられたい方もいらっしゃいまして、はい、うん、まあ、そういう方はそういうものがあると便利かなと、うん、あ、なるほど、はい、思っております。吸気の時の共鳴を使ったり、排気の時の共鳴を使って、はい、ガスの流し方を変えたりしようと、はい、こういうことの役に立ちますよ、はい、ということですね、はい、うん、もうこのぐらい変わった いわゆるその普通のスカイラインと、はいはい、変わってきたらですね、はい、ボディもいっそのこと変えて、もう小僧さんにはもう何度も申し上げてるんだけど、スカイラインの仲間から少し跳ねてですね、スーパースカイラインにしちゃった方がいいんじゃないですか？例えば、これは明らかにこの音を聞くと鉄ではありませんよね、はい、でこれもこの音を聞くと鉄板ではない、この辺は鉄板のようですね、これも鉄板のようですね、はい、というふうにこんなに変えるならば、いっそのこと、ポルシェドンとこいみたいな格好にするとか、なんとかってのはダメですか？まあ性能的にはいつでもどんどこいなんですけども、うん、まあ、基本的にはこの辺は全く変えておりません、うん、ですから最初の変更で、まあ、これだけの性能を出すことによって、うん、今のお値段で、うん、まあ、ご提供させていただいているわけで、三本さんのおっしゃるようにいたしますと、まあ、今の倍か、うん、なんか
3倍が分かりませんけども1000万になっちゃうというような値になると思います。2人で土地を取った時にですね、はい、やっぱりあの時にポルシェみたいにしといときゃよかったなと小僧さんきっと言うと思うな。で、うん、そうだといいなと僕も思ってるんですけど、ね、まあ、じゃあ10年ぐらいしてから日産自動車いろいろな噂やいろんな話があってですね、はい、もうなんとなく関東人は長く親しんだ自動車メーカーがこう苦しんでるのをもう見てるのは辛いですから、はい、この辺で立ち上ってですね、はい、元気よく、世界相手にせめて技術だけでもというのを見せてください、はい、どうもありがとうございました。この寒い中本当にいいや、とんでもありません。どうもありがとうございました。さて三本さん、このテストコースでの走りはいかがでしたか、うん、いやいや、それはね、テストコースなんてのは、まあ、ちょいちょいちこっちのメーカーのテストコースで走らせてもらうんですよね、やっぱり別物ですよ、普通の乗用車ではない、あんな格好してる必要はない、だからさすがにあの、盛んに、渡辺さんにはね、なんか違う洋服を着せてやってくれませんかって話をしたんですが、はい、あの方も頑固ですからね、まあ会社の都合もあるんでしょうが、結局は同意はしてもらえませんでしたね。あ、本当になんか特別な車という感じがしますよ ね、うん、ライバル車なんかはもうライバル車はたくさんあるんですが、この種のものとしてはないでしょうね。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。それではコマーシャルです。さて三本さん、はい、この GTR は、うん、もうどこまで進化していってしまうというか、あのずっと進化し続けられるといいですね。会社に体力がなければ、はい、こんな いわばその道楽の一種のような車、それからあの乗る方も、道楽半分で乗る車っていうのは、ね、作れないですよ。だから本社の一部は売ってしまったにしても、車の技術はなかなか寛容できないもんですからね、育てられないもんですから、大事にこの車の中から実用車の中にもいい点は引きずり込んで、作ってもらいたいと思いますね。それからこの車に乗る人、自制心の強い人に乗ってもらいたいですね、これはね、公道でね、時速100キロ未満で走るということはね、苦痛になるぐらい、余裕のある車ですよ、でね、余裕のある車はいいんですが、お金持ちはたくさんお金を持って、それをね、クレジットカードで支払ってるみたいなのは気持ちがいいもんなんですが、しかしね、自制心がないとこの車を合法的に走らせることは難しくなりますね。そういう点では、この車を使う側も作る側も、どうかその自制心と、それから確かな腕前というのを ね、大事にしてもらいたいと思いますね。この車にふさわしい方になっていただきたいですよね、そうですね、私にはダメでしょうね。そうですか、もうこれはジジイは乗る車じゃなかった、そんなふうには VTR では見えませんでしたけれどもそうですね、もう一回70歳前にもう一回ラリーやってやろうと思ってるんですが、この車どうかな期待してますけれども。